インフィルとパンクはやばいだろうねまだ一度も対戦したことないんじゃないあの2人。 インフィル対パンクってないよねなんかそれも実現できるのが多分2年後とかになるのかなアプライム差別かありがとうございますインフィルの謎のキャラ選択あるあるよねいやインフィルエドがメインなんだけど インフィルのファルケ注目してますフィルケあの俺の YouTube の動画に動画の概要欄行くと あのー、インフィルのファルケ対ベロレンの G の,あのリンク貼っときましたこれがかなり面白かったね花粉やばいっすよねそう頭いてんだよないやすごいのよマジで ベロレンの G の V トリ 2V スキル2そう俺もなんかたまたまインフィルのエドをどんな感じなのかなーと思ってみ見てみたらえコパンしか振ってねえんだけどみたいなでたまには全部これ合わせようみたいな感じだから NL もねインフィルとインフェクトがやったら 全部タイムアップしそうどうなっちまうんだろうねインフィル対インフェクシャスお互いガンマチ対決みたいなそれすげえんか見てる側が疲れそうでもあのインフィルのその攻めさせる能力すごいじゃないですか なんか気づいた時にはインフェルペースになってるみたいな見てーやらかしたーバイソンのタッチューパン体育どうにかなるのがねあれ強すぎる俺はねーあのー、壊しターゲットがダウン取れるがかなり来てると思うんすよ 今、あの、なんか壊しターゲットを、なんかうまく使えてんなって思うのが、ガフロさんなんだけど、ガフロさんはマジで、立ちコアを結構適度に置くから、結構前捨てした時に、そのまま立ちコアターゲットで止めてるように見える。あれすごいよ。 で、タッチコアだからさ、隙も少なくて、別になんか飛んでたら中ンにするっていうの結構簡単にできるんだ。ガフロさんが前捨て止めてる理由は、あの、立ちコアを、タッチコアターゲット仕込みを置きまくってる。 あれをかれまくるとすげえダッシュする気なくすからダッシュする気なくなるっていうことはストレート先端マジでクラあのガードするんですよだからすごいあのああ理にかなってんなこのスタイルっていうのをなんかずっと前から思ってたんだけど今回バイソンが強くなったからかなりやっぱガフロさん元気になるんじゃないかなと思う だ要注意人物っすよ。今年、ガフロさん、ヒットボックスに続く、アケコン開発、絶対に出てきます。もう、すごいっすよね。ガフロさんのもう、 あ、結婚。やばいでしょ。音声認識あるぞ。例えばさ、音声認識で、どうするあー、つって、あの、タンパが溜まってたら、どうするやばくないでも、それはダメじゃない。ノーリスクって叫んだら、省略権が出るっていう。 でも音声認識で「対空が出せ」っつっちゃったらあかんよね。こう地上戦だけ意識して飛ばれたら「対空」っつって。いやもうさすがにその音声認識で。 今だったらこうねあのー、自分の家でそれをまあ試せるそうだからクールキットマジ天敵だと思うんですよあの音声認識だった時の音声認識のレバーを使う上でクールキットマジ天敵だと思うんですよねあとドミニカ勢 いやだから、ガフロさんが音声に認識のアケコンを作った時に、ガフロ対クールキットが見たい。